はい、動画をご視聴の皆さんありがとうございます。リーちゃんです。それではまた前回の続きやっていきます。今回ここからですね。よし、多分宝箱もね、ちょっとたくさんあるかなと思うんで、ちょっと回収しながら行きたいと思います。
え、魔人の鎧の方が強いやん。天空の鎧より守備力上がる。そういえばここの洞窟ってメタルキングとかはぐれメタル出ましたね。いやー聖水持ってねえわ。ここの敵デーモンスピリットってやついてるんですけど、そいつがむちゃくちゃめんどくさかったですね。なかなか手こずりましたね。ちょっと対策できるようにアイテムちょっと用意しておきます。よっしゃ、希望の祠に到着。よっしゃ、じゃあこのまま行きますよ。よっしゃ、覚えてる。なんかキラキラ光ってる。ほら入れません。
まあ、もちろんね、あの結界張ってるってことなんで、まあ、4つなんですけど、もちろんボスいます。おっと、あなたはなんかどこかで見覚えがありますけど。よっしゃ、ちょっと待てよ。さっきちょっとね、奇跡の剣トロネコにあげたけど、ライアンに戻します。よっしゃ、褒美をやろう。お前の後ろの床を調べるがよい。はい、はい、ギガデーモンさんです。というわけで、久しぶりにボスの曲ですね。はい、楽勝。え、ちょっと待てよ、お前倒したのになんでやねん。まあいいですもん。よし、次の結果いきましょう。普通の人ですね、今度。っていうわけないんで、ボスですよ。ヘルバトラーですね、これは。はい、じゃあさっきと同じです。お、硬いなこいつ。2回攻撃してくれや。よっしゃ。多分ね、奇跡のトロビ、ごめんなさい、噛んじゃった。奇跡の剣をね、ドロップしてくれると思います。イエイ。
よっしゃ、じゃあ次行きましょう。で、ここなんですけども、ちょっとパーティーを変更しまして、これでいきましょう。これはエビルプリーストでしたっけね。で、ここはちょっと命令して、ちょっとね、左のやつがね、やたら呪文使ってくるんで、いやー、ちょっと待てよ、これじいさん回復する手段ねえじゃん。まあいいか。おっと、あー、しまった。忘れてたぜ。まあもうこれで勝てるでしょ。ウェイ。イェイ、倒した。これであと結界が1個。
ていうところで一旦回復しに行きます。よし、じゃあ今回のパーティーはこれで。おお、ドランゴ、どうした？囚われてるやんか。ですよね。いや、誘う踊りやめてほしいな。いや、これ行って、これ強いぞ。やめろそれ。それやめい。あ、いけるな。え？よっしゃ。万歳。はい、これで全部結界消えましたね。どんなもんでしょう。ちょっと見に行ってみましょうか。あ、キラキラしてないってことは入れるってことですね。 OK、 わかりました。まあ、ちょっとねお金貯まってるっていうのもあるんで、ここは、この天空装備ちょっと鍛えられるかどうか知らないですけど、おしゃれな鍛冶屋へちょっと行ってみようかなと。しかしおしゃれな鍛冶屋がどこにあるかが覚えてませんっていう。で、今パッと出てきたのがここですね。よし、これ行きましょう。あー、そういえばここにアクセサリー売ってましたね。多分6のあれから行ったらおそらく守備力上がると思うんですけどね。よっしゃ、守備力上げるよりは剣鍛えるか。1番。はいよ。いや、高いわ。上がってるのか。上がってますね、5だけ。うわー、これ縦一緒か。鎧と兜はいけると思います。
ただ鎧はねちょっと鍛えるかどうかちょっと悩ましいところで、兜行こう。はいよ。で、上がってますね。オッケーオッケー。お金がすぐなくなる。なもかね。ちょっといらんやつね、処分していったら、多分鍛えるぐらいはね、金貯まるかなと思うんで、ちょっとかますか。よし、天空の剣を鍛えましょう。多分ね、10上がるはずなんで、ちょっくらいやりましょう。え、なんで？ちょっと待って、さっきお前できるっつったんやっけ。あー、兜か。10上がってますね。いや強いこれ。はい、鎧はねちょっとね6のバグがあるからね、あんまり鍛えたくないんですよね。ちょっと怖い。ないわそんなアイテム。なぜ頭打つ。はい、では今回はここで終わりたいと思います。結界全部潰したんで、次、デスピサロのところですね、最終行くところなんですけども、先に1個行っておきたい場所があるので、そこ行ってから行こうかなと思ってます。はい、でそれでは、ここまで、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。